陸軍戦闘訓練センターは、ドイツ連邦陸軍陸軍局令下の機関の一つ。ドイツ陸軍が整備した、交戦訓練施設で、ザクセンアンハルト州レッツリンゲンにある、コルビッツイコールレッツリンガーハイでの大部分を占める、アルトマルク部隊演習場内所在している。センターでは、運用条件と管理計画に基づき数日間に、わたる。 連続状況下での戦闘訓練を指導する。ここでは、教訓が収集され管理を呼び、行動原理、指揮構造、指揮剤、指揮統制と戦闘システムのさらなる発展のために利用される。この目的のために陸軍局と戦闘訓練センターは一丸となって活動する。また、センターでは、事前展開訓練も実施する。 演習場内にはアフガニスタンやコソボにある市街地を再現した模擬市街地プラッテンハウゼンが建設され、シュトーレンシュタットやザルシャウのほか、もう一つの模擬市街地が2016年までに域内に建設される計画があり、さらに長さ1700メートルの草地上の滑走路も有している。訓練に参加する兵士は交戦シミュレータ訓練機器を装着する。これにより、 戦闘シミュレーションは、旅団長から末端の兵士まで一斉同時に識別できる。位置、運動、下記の効率や無線発信位置は、コンピューター制御室で記録される。特に管理隊員は、演習場内全域を監視し、これにより演習場内の特定地区に模擬的、実戦闘状況を現時することを可能としている。 この目的のために記録された映像などは演習後に映写場にて再生される。はじめ、この地域は樹木が密生しており、当初は皇帝や貴族たちの狩猟場として使われていた。軍の演習場として開発されるのは第三帝国統治時代の1934年から始まる。1936年に舞台演習場設置を目的に同地にあった。 パクスフォルデ、ザルシャウ、シュヌーガーズブルク、ハイデの村々が立ち残された。第三帝国時代では、砲兵試験場として利用され戦車砲や、路角兵器の試射を実施される。最大の砲は80センチメートル列車砲道ラが、試験され、射距離30キロメートルで試射した。いわゆる、A 広場では、西部要塞軍で使われる、シャルンホルスト要塞の模擬施設が試験のために、 建設された。第二次世界大戦後は、ソビエト連邦軍が地域を引き継いで1994年まで演習場として利用した。東ドイツと良好な戦力的関係に基づいて、ソ連軍部隊によって使用されさらに開発される。この間、森林の約80%が伐採された。ロシア主導の下で、赤軍武器弾薬役場が設置される。 演習場は1994年にロシア軍からドイツ連邦軍に移管された。演習場の使用権は2007年8月22日に正式に終了する。センターの建設は1995年から始まり、1999年にレッツリンゲン兵衛が完成し、2007年9月4日にアルトマルク兵衛に解消される。2000年以降、 連邦軍の交戦訓練が実施される。ここでは、大体規模までの模擬的交戦訓練環境が構築されている。舞台演習場は、年250日使用され、今日では、世界で、最も先進的な交戦訓練施設の一つとして、知られる。舞台演習場に隣接している自由反座都市、ガルデレーゲンは、中東都市としての機能を持つ。ありがとうございます。